野高原に向かってます。パパも一言。おはようございます。眠いです。緊急ニュース速報です。こちら昼賀野高原スキー場で子鹿が現れました。現在捕獲作戦が行われています。上に上がれないんだけど、どうしたらいいと思いますこれ。それはですね、板が斜めになってるからです。捕獲いいな、今回の主役の匂いがプンプンするな。以上、笑ってるだけで助けない、栗山さんがお届けしました。Thank you.
サナシ滑れましたか？滑れましたか？お疲れ様でした。気をつけて。また次回はぜひぜひ。はい。次はるきゃん、今日オンラインします。今日忘れちゃったから。ちゃんとみんな体柔らかくしといてくださいね。ね、おじさんビール飲んじゃう。なんかいる？どうぞ。恥ずかしい。あ、山口先生じゃあ。山口先生お願いします。最年長の。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。タクミと言います。マーガレットになりたかったんですよ。誰が呼ぶんだよ。国によって呼び方が違うんですよ。だから英語圏の人はチャールズだけども、例えばスペインに行ったらカルロスになるんですよ。とへー、そんな時にじゃあ私って何、マーガレットって言ったんだよ。僕はミユキよ。で、タクちゃんのどこが好きだった？この間だから。ダメだから。ダメなんで。何も面白い話出てこない。いやね、もう聞いてるだけでニヤニヤしちゃうやつだから。脳ないから。マーク偉い偉い。さすが来年シニアですからね。来年シニア。そう、さっきね、もう本当にあれを見てて、あ、来年から俺シニア。免れたと思う。そんな甘くないんですよ。狙いはバスケやってる。バスケ。社会人のサークル、まあ、本当に試合しかしないゆるいバスケのチームで。どっちが告白したんですか？告白は僕です。へぇー、なに、ナバナムスと、はい、なんか、ね、冬ってイルミネーション、はい、雰囲気バッチリですね。そうで、2人で行って、なんか、いいよかなって思ってて、実は僕って言った瞬間に、知らない人がすいませんって話しかけてきて、へぇへー。逆にその頃いいなと思ってました。へー、かわいい。どこがいいなと思ってたんですか？年の割に落ち着いてる。あ、一緒にいて楽だなみたいな。これで多分今日後半終わっちゃう。
わ、すごい。小太郎はいけそう？小太郎ね、一回見てみて。オッケー、小太郎じゃあやってみよう。ちょっと待って、前からやるわ、ママ。はいよ。そんなにすぐ来ないですって言いたいって。そう、月曜日、月曜日。もう来てるの。そう、トシヤが大丈夫。若いね。トシヤが大丈夫。来週、来週、来週。あらって言ったら、ここ私たちあれになっちゃう。私来ない。来週、来週、来週、来週。あれ何が私体痛いんだけど DV 受けたのがすっきりだめっちゃバカにしてるやん。よくないね、よくない、それはよくない。おしょうのしょうに、おしょうのしょうに、おしょうのしょうに。自分だけど。私あやっていつもの糸編と間違えられるんですよ。糸編のあやと間違えられるんですけど、彩るの方です。で、乃木坂ののです。大学で知り合って何年後に結婚したんですか？5年ですね。あ、5年、それ、最後2000、あ、違うな、4年か4年半ぐらいか。その踏み切るきっかけはある時、その車を買いに行こう、見に行こうかって言ってトヨタに行ったんですね。で、当時新発売のヴァンガードっていう車があったんです。あ、あるある、ヴァンガードね。見積もり出してもらったら300万ぐらいの見積もりだったんですよ。急にでも式場ってでも同じぐらいするよねって言い出して、式場も見に行ってみるか、じゃあ冷やかしでって言ってそれで式場を見に行って、でなんかその気になって、なるなる、それで余っちゃうよ。それは冷やかしのつもりだっただけで、もうそれが策略、策略だもう。そうなんですか。僕はそんなつもりは本当なくて、じゃあ行くかっつって冷やかしに行ったんですよ。バカだな、直樹。
やられてるぞ、もう。ほんとカラオケ。やられてるから。ダメだわ。ダメだわ。私に力しそうだろ。そうだろ。そう。それは一度ね。その気になっちゃって、でもその気になっちゃって。感じでね、だからそこで結婚式場まで見に行ったら、はい、お前いい感じでその気になるだろうみたいな策略でしょ、そういうことなの、策略でしょ、ね、そうだね、悪いよマー君、悪いよマー君、マー君ね、誰さえ人相悪いよ、それはいいか、優しちゃうじゃん。でも良かったですね、結婚してねえ、だってハルさんいつももう可愛いもん ねマー君大好きって言うたね、本当に本当に大好きでなってるのもえ、します、だってさっきさんだってね、好きですもんね、ほらほら、うん、おやおや、なおき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 、僕からね全然言うんですよ、普段、うんうん、だからこっちからこうね恥ずかしく言うの、じゃあちょっと、いや言ってください、言ってくださいよ、目を見て、目を見て、なおき、なおきってから、いつもの思いのだけを、なおきさんどうやってるんでしょ、めっちゃ可愛い、飲んでるのにこんな赤字、これはね、かわいい、絶対使われるよ、100パー使うよ、普段の思いだったけど、直樹さんに対しての思いを俺、どうぞ、愛してるよ、